それでは2月9日の3問に入ります。相続人 A 及び B が存在し、相続開始後 A が非相続人が所有していた財産の一部を売却した場合であっても、B は相続の限定承認をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え答えはえ、これ×ですね。 そもそも限定承認っていうのは相続人全員がが共同して行う必要があるんですね。つまり言い換えると誰か一人でも単純承認を行ったら限定承認を行うことがもうできなくなりますそして今回の問題の A の売却行為問題文で言うと A が被相続人が所有していた財産の一部を売却したこの場合ですねこれっていうのは単純承認したとみなされるんですね つまり、A が単純承認をしているわけなので、B が限定承認を行うことはできませんので、よって誤りになるということです。で、問題とは関係ないんですけれども、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、相続の放棄、また限定承認、どちらもしない場合っていうのは単純承認とみなされるので、この点も合わせて覚えておきましょう。で、問いですね、罰則です。 え、高知事免許を受けている宅建業者 A が正当な理由なくその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合 A は公検知事から業務停止処分を受けることがあるほか100万円の罰金刑を受けることもある丸か罰かという問題ですえ答えはこの部分ですね100万円の罰金刑を受けることもあるこれが誤りです今回秘密を漏らすってことは守秘義,義務違反ですよね 守秘義務違反ををすす。るると、とと監督処分を受けるととももにに50万円以下の罰金刑にも課せられますつまり、監督処分っていうのは業務停止処分なので、まあ、この部分は正しいんですね。ただ、こっちですね。50万円以下の罰金刑を受けることはあるけれども、100万円の罰金刑を受けることっていうのはありません。よって誤りだということです。 で、この罰則については、この覚えるのすごく大変なんですよね。なので、個別指導では、これについてどのように対応するのかもお伝えしています。え効率的に勉強すれば、宅見は一発で合格できますので、ぜひですね、えー、一発合格したい方は個別指導をご検討ください。で、問いさんです。2ヘクタールの用途地域内の土地について、造成工事を行って青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である、丸かツかという問題ですね。 答えは丸です。つまり開発許可は不要です。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で開発行為っていうのは主として建築物の建築または工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことを言います。つまり建物を建てるために土地を工事する。これが開発行為なんですねで。今回青空駐車場っていうのは建物を建てませんよね。建物を建てないってことは開発行為に当たりません。 開発行為に当たらないので、開発許可は不要だということになります。今、さらっと考え方をお伝えしたんですけども、これちゃんと理解しないと、解けないと思います。あの、類題が解けない。この問題を解けたとしても、類題が解けないんですよね。だから、ちゃんと理解してください。開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合なんですね。で、今回の話は、開発行為に当たらないから開発許可が不要なんだということです。この開発許可の要否まあ、必要か不要かを問う問題っていうのは、 考え方があるんですね。まあ、今もさらっとは言ったんですけども、まあ、もっと細かい、え、流れがあるんですよ。考え方の流れがあるんですね。それを知ったら、開発許可の用費の問題はすべて解けます。つまり、開発許可の用費っていうのは得点源になるんですね。なので、絶対解けるようにしていただきたいんですね。で、今回は無料なので、まあ、ちょっとこれ以上はお伝えはできないんですけども、個別指導ではこの考え方までお伝えしています。絶対合格したいという方は、え、ぜひ、ご確認いただければと。 思いますえ今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日も動画をご覧いただければと思います。レドスの者でした。